す払いの日の今日、登別温泉では閻魔様のすす払いが行われました。すす払いが行われたのは登別温泉の極楽通り商店街にある人気スポット、閻魔堂の閻魔様です。閻魔様は高さ6メートルほどの像で、商店街振興組合のメンバーがほうきなどを使い、今年1年の感謝の気持ちを込めてたまった汚れを落としました。この閻魔様は1日に7回怒りの表情に変わったり目が光ったりする演出が人気です。来年はもうコロナとかいろんな嫌なことが全部なくなるようにみんなで協力して払わせていただきました。綺麗になった閻魔様は来年も登別の温泉街を見守り続けます。